こうやってた歩くがやろ。ニューニューに置き網をあげてみる。どうするろ。まあ、食べんのね、水の中じゃないき。え、水の中じゃないと生きできんのかな。その質問ビッシュシュガに押されるやけど。そもそも生きってシュガやろか。生きしてないってシュガけど、水の中におるのに生きシュっておかしくない。酸素を吸い水油、取り込み油。あ、でもウニウニ大騒ぎしだした。オッケー、やめ置いたら。これどうやって食べるかよ。真ん中口やろ。だって真ん中に張りかかっちゃったやん。もぐもぐ食べていくが順番に。そうじゃない。だいぶ時間かかるな。だいぶ時間かかるね。今食べるわけじゃないよ、多分。苦しいところでご飯食べる気はなれんくない。こいつらってひっくり返ったらもう元戻れんがよか。いや戻るろ。これブニーって曲がるでね、うん、けど柔らかくなるがやない水の中。全然けど戻る気せんでこいつ。石とか繋がないと多分無理やと思う。けどやろうともせんでね。やろうとすりゃいいね。じゃあここでもうちょっと起き上がるまで取ってみろ。無理やと思う。無理やハエが寄ってきゅうしますね。エビがもう落ちゆう。死んでしまう。バケツ入れて、バケツ。あ、ほんとや、エビをもう落とすよね、うん、多分、なんこれ入れてんの。ケータがやね。バケツに水入れて、バケツに水入れて、ふぶんっていくからなのか。水の中でやったらひっくり返る。うん、ちょっとだけ入れてもない。あんまり入れんと。めっちゃ入ってしまった。うん。ポンパ。はい。置き網をもう捨てた。よし。人手ってこんなカチカチなもんながやな。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。また、よろしくお願いします。